皆さん、はじめまして。バーミンハン大学から参りました、張家口と申します。今日は一番目なんですけど、最後まで覚えてきてくださいね。はい、では、今日の私のスピーチのテーマは、業に這いては業に慕えるべきか、外資系企業の日本進出戦略と日本伝統文化の調和です。広辞苑を調べてみれば、調和というのはうまく釣り合い、全体が整っていることを指しています。それはどのような状態か頭に浮かばないかもしれませんが、実は私たちの身近によく見られます。例えば、コクのある蜂蜜を使ったコクのある甘みと練りごまを混ぜることで、さつまいもを引き立てたごまの香り、この大学芋という日本ならではの味わいはどの和食店で食べられるでしょう。いいえ、実はそれが世界最大のファストフードチェーンマクドナルドが販売された日本限定メニューです。またスープと数ある調味料から好きなものを選び、心も体の温まる火鍋を食べながら麺職人のコンフー麺のパフォーマンスを楽しみます。これを聞いて、それは中国である信じゃないですかと思うでしょう。実はそれが一昨年日本に初上陸した池袋駅の近くにある中国火鍋の専門店ハイディラオのことです。あと、高校1年生の時に日本へ交換留学にいて、まあ、その時やっと確認書類などを揃えてガラケーを手に入れましたが、5年後また日本へ遊びに行った時、久々に会った親友がすでに iPhone6 に乗り換えて、赤外線通信や受信への問い合わせなどが懐かしい思い出となっていました。そして世界唯一海をテーマにしたディズニーシーにいた時、南ヨーロッパの港町の雰囲気に浸りながら振り返って、着物を着ているミキの姿を見て、一瞬、あれ、今イタリア、それとも日本にいると妙な感じがしました。そして去年、両親と日本へ旅行に行ったとき、Airbnb の民泊に泊まっていて、まあ、私たちのような外国人観光客と地元コミュニティの結びつきが深めて、2020年の東京オリンピックのおもてなしがさらに期待できます。このように、外資系企業による商品、サービスが日本国民の間にも広く浸透してきて、雇用機会の創出、経営ノウハウの導入などが良い方向に受け止められたと思います。経済および産業のグローバル化とボーダレス化が急速に進む中で、外資系企業が日本市場に進出するとき、日本伝統文化との調和を図って、他の外資系企業だけではなく、日本の国内企業とも同じ土俵で消費者の争奪戦を繰り広げています。しかし、あまりに自社のブランド戦略を押し通しすぎて日本市場に合わない恐れがありますが、すべて日本風に変えると商品の規格も、そして品揃えも統一化され、日本消費者にとってちょっと商品の魅力はなくなってしまうことになりました。ですから外資系企業はどのような戦略を持って世界一こだわりの強い日本人の消費者の心をつかむことができるか、また日本的コンテクストと独創性を調和させるために何が必要なのかを試験を交えながら述べたいと思います。日本市場に外資系企業が日本市場に進出する際、まず見えない壁を認識することが重要だと思います。私の考えでは、見えない壁とは日本の文化、風土、そして歴史に深く関わっており、長年に積み重ねた日本人の身に染みるものだと思います。新しいもの、生まれたばかりのもの、そして罪がないものがすべて清いものだとみなされて、今の日本人の消費者行動においては、品質に厳しいことと、消費の鮮度を求めることにつながっているではないかと思います。おととし、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、そして日本の企業のマネージャーに対するそういう調査から、日本の消費者はこれらの5カ国の中で最も製品の性能と精度を追求することが明らかにしています。切った爪が飛ばないようにカバーのついた爪切り、そして切れやすいラップ、こすって消えるボールペン、
またオーガニック素材の商品など細かく追求する日本人の消費者は外資系企業にとって非常に手強い消費者だと考えられます。また賞味期限の表記も特に日本人の商品の鮮度志向が含まれていると思います。私中学校の時に中国の EC ウェブサイトを通して北海道の名産白い恋人を注文しましたが、でもその時配送時間がかかり自宅に届く頃にはその賞味期限が2日切れていました。でもそもそも賞味期限という言葉は中国にありませんので消費期限を切れたと思いました。その時父は食べてしまうと体に悪いがこのまま捨ててしまうともったいないなって思って、よし娘の代わりにこの娘の代わりにこのリスクを引き受けようと思って勇ましく全部食べてました。で高校生の時は賞味期限というのは美味しいうちに食べられる期限であり、その期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではないということを初めて聞いて、あの時父のことずるいなって思いました。でも振り返ってみると賞味期限というのは安全性を保証するだけではなく美味しいうちに食べたいという日本人の強いこだわりが感じられます。では商品選択の基準が厳しいのにかかわらず、流行りに敏感な日本人消費者に外資系企業はどう対応すればいいでしょうか。大切なのは共時的と通時的の両方から見るから視点だと思います。清いもの、いわゆる少女などの時代を通じて潜んでいる価値観や美意識を認識して、同時にプレミアム性や利便性などの商品のトレンドを重視するニーズに応えることだと思います。また、こういう見えない壁を認識する過程を日本人の消費者に知ってもらうことも重要です。一つ工夫がありますというのではなく、こういう日本の思想のもとこのような工夫をしていますという一連の物語を伝える方がもっとインパクトがあるではないかと思います。最後に、詩人で駐日フランス大使でもあるコール・プロテール氏が日本人の描写として対象への親密な共感の能力と魂の潤いという言葉を挙げましたが、この言葉をよく考えるとそれは外資系企業の狙うポイントであり、つまり日本伝統文化と調和した日本市場に進出する戦略じゃないですかと思いました。日本ならではの発想に基づいて日本人の心を踊らせる独創的な喜びや感動をハイブリッドな視点から届けていくことです。これも将来外資系企業の発展になる契機になるでしょう。以上です。ご清聴ありがとうございました。加工さんありがとうございました。ありがとうございます。私はマック の日本限定の大学芋って食べたことがないんですけども食べましたか。大学芋といえば食べたことないんですけど、桜エビハンバーガーとマクドナルドの日本限定商品、あとは抹茶のドリンクも飲んだこともあります、はい、今度行った時にちょっとチャレンジしたいと思います。日本にもね、交換留学生と行かれたりとか何回も行かれてるんですけども、はい、そこまでなぜ日本が大好きなんですか。はい、そうですね、実は私は中学校から日本語を勉強してきて、まあ、その中学簡単なあいうえおのカタカナからその日常挨拶、そしてその後も簡単な作文から一歩一歩日本語の道を歩んできました。で、日本語だけではなくその日本語の後ろにある日本の文化と日本社会もだんだん、すごく興味が湧いてきて、まあ、こういう原因で日本語が好きになりました。そして大学は北京外国語大学日本語専攻で、まあ、その時も学術的な日本語の書き方とか、まあ、どのように日本語で自分の発想とか考えを述べたりとか、そういうものを勉強して、そういうものも好きな一つの原因なのかなって思いました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいですか。お話の中で、はい、外国企業が日本へ進出した時に、はい、
見えない壁があるというお話でしたけども、はい、 その見えない壁というのはいろんな価値観であり歴史であり、はい、そういうものですけども、はい、それを今簡単に言うとそれをどうやったらなんていうか壊してその壁を壊して中に入れると思います。簡単に言うと何でしょうかね。はい、そうですね、私が最後の言ったようにその 2日の点、一つのはその魂の潤い、多分これはちょっと想像にくいんですけど、私の理解では日本は大和魂という、まあ、日本人が潜んでいる意志と精神がありますが、でもその外資系企業は水のようにこういう日本人の生活に少しずつ染みるもの、そういう点ができれば、まあ、そういう日本人にも、受けられる商品とかサービスが提供できると思っています。また、例を挙げますと、そのこの前が知っていた IKEA という家具の商店商社も、すごく日本の今の消費トレンド、例えばそういう一家団落からそう個室に移っていくそういう生活スタイルを重視して、まあ、こういうようなものをトレンドを密着し、日本人にふさわしいもの作りとかをしてきました。ですから、はい、逆に言うとね、はい、日本の企業が中国へ進出している場合もありますよね。はい、そうです。そこにもやっぱり壁があると思うんですけども、はい、そういう壁があるとやっぱり思いますか、中国にも。はい、そうですね、壁があると思います。今は中国は13億人の一番世界多分最大の市場でもあり、人々の好みがありますが、今は一つのは中国では爆買い現象があり、やはりそういう、日本の品質を求めることと、日本市場、日本の進出と商品性の、多分この点は日本と同じなんですけど、見えない壁も、私の考えでは今はその参入の障壁、中国市場、そして、中国消費者の一人一人の好みの、好みと現地化だと思います。実際に日本企業で中国に進出している企業をご存知ですか。はい、私は、この前は北京に住んでいた時は博多ラーメンの一行社という店も中国にありますし、そしていろいろな日本の化粧品関係の例えば資生堂とか、資生堂などの会社も今は中国に進出しています。最も多分なんか分半なんていうかマーケットシェアを大きくされているのは多分自動車関係のトヨタとか、うんうん、いろいろな車メーカーが今中国にもすごく進出しています。一般的に言って大体日本の企業は、はい、そのうまく中国社会と調和していると思います。なんでしょうね、私の考えでは調和する場合もありますが、でも今はちょっと矛盾する時もあります。調和のは多分中国の消費者にふさわしいそういう、トレンドに密着するなどの商品の特徴がありますが、でもなんていうか矛盾というのは多分関税とかそういう見える壁がむしろ日本より顕著するかな、顕著であるかなと思っています。大変ですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。